はい、続けて千飛び24回始めます。4月22日土曜日入った朝ですね。今4時、もう5時近いんじゃないかな。5時近くなると思います。まあこうやってね、遅くなった、今日帰るの多分6時7時ぐらいだと思いますけども、もう明るくなってからね。前回撮った時、乾電池が相当ね、へたってたのかな。ほんと廃屋で真っ暗なのは当たり前なんですけどね、ランタンの威力が弱くてね、全く真っ暗闇の中で私が喋ってるような状況だったんでね、びっくりしたんで、ちょっと電池買ってきて少し入れ替えましたよ。まあ、前回より明るいところで喋ってるんじゃないですか。さすがにね、まあ私のこの動画見てもらうつもりはさらさらないんですけどね、夜中におっちゃんが廃屋で喋ってるなんていう動画見る人もいないと思うんでね、私聞いてもらえればいいんですけど、ただあまりにも真っ暗闇ではね、本当何も映ってないじゃないかっていう話で、なるんで、今日はちょっと電池交換しましたよ。買ってきましたよ、ダイソーから100円の電池をたくさん。あと、そうだな、今日遅くなった理由ね、昨日、まあ休みだったんですけど、今、パチンコ業界、スロット業界、人、あんまりね、お客さん来なくて困ってるみたいですけど、スマート、なんですか、スマートパチスロ、スマート、スマスロっていうのかな、スマートスロットっていうね、新しい、なんかスロットっていうとね、メダルジャルジャル入れて、メダルたくさん出せば勝つみたいな、スロットにしてもパチンコにしてもそうですけど、今、ゲームセンターにあるような、全然コインとかね、パチンコ玉とか触んないでやれるのが最近出てきたみたいで、それでね、約20年前ぐらいに一世を風靡した北斗の拳っていうね、パチスロ機あるんですけど、それの新作が出たっていうことでね、私もやってきましたよ。いや、5000円ぐらい負けました。4時間ぐらいやって。そんなことしてたら、こんなことになるんですね。もう、スタートが朝3時ぐらいとかね。本当に、休みの日にね、そうやってね、時間があるとね、それスロットとかね、まあ私ももう2年ぶりぐらいだったんですけど、行っちゃうようになるんでね、やっぱり、質素に地味に、廃屋で、喋るというのが、私に合った暇つぶしなのかなと、本当に冴えないおっさんでございます、アラフィフの。はい、ということで、ちょっとね、遅くなった理由、喋ってみました。パチンコ屋さんもガラガラでしたね。久しぶりに行ったら、何年かぶりに行ったら。はい。千飛び24回、今回、朝日新聞から、まあ、よくありがちなね、わいせつ行為ってことで、スイミングスクールのスイミングかな。女児にわいせつ行為の疑い、コーチの男逮捕、埼玉県警ってことでね、埼玉市内のスイミングクラブで、コーチとして指導中に、女児にわいせつ行為をしたとして、埼玉県警浦和署は、18日、会社員、森田匠容疑者35歳、逮捕したと。強制わいせつ容疑。森田容疑者は勤務先のスイミングクラブで、去年12月中旬から下旬にかけて、複数回指導中に、小学生の女児の処理に対して、体を触るなどのわいせつな行為をしたと、疑いが持たれていると。で、今年1月、女児の母親が、娘がコーチに体を触られたなどと、警察に相談していたと。で、この森田容疑者はね、調べに対して、スケベ心で触ったことに間違いないと、供述していると、認めているということですね。まあ、35歳の森田コーチね、森田匠容疑者、この人が、小学生の女児、これがね、女児って言っても、まあ、スイミングクラブに通う女児、4年生、5年生、6年生ぐらいですかね、の女の子の指導中に体を触る。これもまあ、体触る、足とかね、泳ぎの指導をして、こうやって足バタバタさせんだよとかね、あと手引き、手持ってこうやってバタバタしなとか、それぐらいはね、まあ、触るっちゃ触ってるんだけども、そういったことじゃなくてでしょうね、おそらくね。お尻とか胸とか触る必要もないタイミングで、触る必要のないやり方で触ってるみたいな感じで、森田容疑者も認めてるんでね、まあ胸とかお尻とかそういったところで触ったんだと思います。で、
ていうかな、何を喋ろうとしたんだっけな、これまあ、なんで選んだんだろうってね、私はね、これなんか喋ることあったんですよ、選んだ当時は。特に喋ることないな。まあ、常時ですよ、どうでしょう。やっぱちょっと変態なのかな、私は全く、小学生とかはね、そういう対象には当たらないけどね。35歳の森田容疑者、スケベ心からとは言ってない。あ、言ってる。スケベ心で触ったことに間違いないって言ってるんだけど、やっぱスケベ心なんだろうな。いや、でもこれ、バレるだろっていう覚悟の上でやってんですかね、これね。本当に恥ずかしくないのかなっていうね。だって名前も出るしね、報道されるし、逮捕なんて至ったら。その後、一生この人、小学生女児にね、わいせつ行為したっていうレッテル貼りされて生きていかなきゃならないっていう、そのリスクね、考えたら普通できないんだけどね。ねえ。いやー、やっぱ変態多いな。これはちょっとやっぱり、変態だな。こういうことやるなって。ストレスとかそういったね、性癖っていうのあるんだったらお店に通いなさいっていうね、コロナ禍でガラガラなんだから、みんな困ってるんだからね、そういった従業員の皆様も本当にお金を出せばね、もう解決するような案件ですよこれ。森田容疑者、本当に35歳、いい年して何やってんだ子供。まあそれだけです。はい、ということで、今日もうちょっと喋んないといけないんでね、ハイペースでいきますよ。はい、エントリー24回終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。失礼します。